みんな、ファニーボーンの歌始まるよ。ファニーボーン、昔後輩に10回クイズをしたんだよ。マジそれ。ピザ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 ってやつをね。そして後輩にここはって聞いたんだ。なになに？そしたら後輩ファニーボーン、ここの骨ファニーボーン奇妙な骨さ。テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。スタジアムの上空には満天の星空が広がっています。さあ注目しましょう。今日の一戦、京都サンガ FC 対山口 J リーグディビジョン2第31節、実況八塚博史でお送りします。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。サンガフォーメーションです。対しますは山口、これが予想される並びです。さあ試合開始です。さあ組み立てます。原右へ、駒井うまくボールをキープ、ディフェンダーがうまく止めました。どう持っていきますか。渡辺、いやー来たか。ニヤニヤげた。ここは止められます。それではもう一度見てみましょう。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを塞ぎました。ボールを入れます。オスフン、よく防ぎました。ここはディフェンス頑張ります。秋元、危ないところを防ぎます。パスを出します。左にパスを出します。どう組み立てるか。山口、これはチャンスになりました。いた、オスフン止めた。サンガキーパーまで下げます。サンガここからどうか。パスをつないでいきます。ファウルです。今のプレーをもう一度。ヤバセ、今のは軽率でしたね。フリーキックで再開します。本上、さあロングボール。ムサディ右にはたく。さてどうだ。シュート、これが決まった。山口先制のゴールが決まりました。それではリプレイを見てみましょう。竹岡、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。キックオフで再び試合が始まります。秋元、ボールをキープします。ここは左へ。ここからどうしますか。ボールを離しません。なんとかボールをキープ。ディフェンス防ぎました。ムサディ、ここからどうするか。そして笛。山口、1点のリードで追い返します。後半開始のキックオフ。福本、後半2分、ここからどうするか。ここはディフェンダーが止めました。ワンツー、きれいにつなぐ。ここからどうか。
ファウルです。小塚、ここでイエローカードが出ました。リプレイです。小塚、今のは軽率でしたね。さあフリーキックとなります。本並、よく防ぎました。スローインです。すごい、うまく止めました。竹岡、ボールを回します。ディフェンダーがうまく止めました。これはどうだ、下ろせ、決まりました。山口、この1点が非常に大きい。ではリプレイを見てみましょう。小野瀬、うまくフィニッシュまで持っていきました。サンガ、ここで選手交代です。横谷、ここで彼が入ります。山口、これは選手交代のようです。前、彼が入ります。キックオフで再び試合が始まります。左へ、原、ここからどうしますか。ファンテソン、ここからどうか。あ、面白い、ファーサイドに行った。ヘッド、うまくコントロールができなかったようです。今のプレイをもう一度。横谷、プレッシャーに負けてしまいました。サンガ、選手交代です。酒井、ここで投入されます。黒木、ここで投入されます。ゴールキックで再開です。どう持っていくか。うまくボールをキープ。ムサディ、ここからどうしますか。うまくボールをキープ。これはファール。ではリプレイを見てみましょう。酒井、危険なプレーです。ムサディ、この位置から果たして狙ってくるのか。狙った、うまくコントロールができなかったようです。ではリプレイを見てみましょう。ムサディ、これを決められなかったのは悔しい。横谷、うまくボールをキープ。ファンテソン、さあ組み立てます。福本、ここはナイスディフェンス。どう持っていきますか。前、ボールを回します。シュート、オスフン、ナイスセービング。山口、右から崩します。ダイレクトで展開、合わせた、入った。山口、後半の終了間際に見事にゴールを決めました。それではリプレイを見てみましょう。ムサディ、チャンスを逃さずしっかりと決めましたね。サン、どうやら選手交代のようですね。中山、ここで彼が入ります。彼が下がります。岡本、ここで交代で入ります。さあ試合再開です。山口、勝利を収めています。山の神を怒らすんだ、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 山の神を怒
うちのお子さんごめんなさい。